こんばんは、キッチンスタジオ獣医の木野恵子です。今日はですね、これです。鶏のね、これ軟骨が売ってたので、これとですね、あとナスですね。だんだん季節になってきましたが、ナスでちょっとね、中華風の炒め物を作っていきたいと思います。で、多分ご飯にも合うんだけども、今日は葉っぱでね、サニーレタスで巻いて食べれるような感じの味付けしていこうと思います。はい、ではですね、まず、鶏なんですけれども、もちろんね、これ鶏の胸肉とか、もも肉でね、やってもらっても OK です。でね、今日は軟骨コリコリして美味しいかなと思うんですけれども、結構細かく切れてるんでね、このまま炒めます。で、下味はもうこのね、塩麹ですね。やっぱりもうこれは最高に万能です。今日どれくらいで、 160g で、大さじ1杯ぐらいですかね。これで味をつけときます。で、すごいね、美味しいんだけど、焦げやすいとこだけね、注意ですね。塩麹でまぶすと、下味つけるとね、10分ぐらいでいいです。まあ、一晩置いてもらってもいいけど、ね、10分ぐらいでも結構染みます。これで OK ですね。次にね、ナスですけれども、ナス久しぶりですね。基本旬しか買わないので、ね、ナスはね、一年中売ってますけれども、そろそろ旬になってくるっていう感じなので、要はね、簡単に言ったら値段が高い時っていうのは旬じゃないので、そういう時は買わないです。はい、これからね、ナス大活躍だと思います。じゃあまずね、これ切っていきますけれども、ヘタがですね、こう長いところと短いところとあるので、一番短いところに合わせてヘタを切り取ってください。で、こう、で、ヘタ取ってあげると、この下はね、食べれますからね。一番短いところに合わせて切ってあげます。今日いくついこうかな、2個。3本ぐらい。ナスね、大好きなんで、ちょっとこの季節は嬉しいですね。はい。はい、そしたらね、今日はどんな切り方にしようかなと思ったんですけど、軟骨がちっちゃいので、ちょっと細かめに切ろうかなということで、あえてのこれ縦に3等分に切ります。そしてこれも3等分に切って、で、これでね、角に切っていきましょうか。ちょっと縮んだりもするので、すごくちっちゃくはないですけれども、どれくらいですかね、2センチ角ぐらいで切ってきます。ナスはね、本当に焼いても煮ても炒めてもね、揚げても美味しいですね。本当は幼虫何でも使えますよね。フレンチとかイタリアンでも使うし、焼きナスもね、大好きなんですけどね。あとね、トマトと合わせて煮込むとかでもね、美味しいですもんね。ラタトゥイユとかもそうですけど。じゃあ切れました。そしたらですね、ナスの時に必ずご説明してるんですけれども、ナスってね、ご存知のように油をすごい吸っちゃうんですね。なので、あとアクもあります。で、アクもあるので、水につけるっていう方もいるんですけれども、油の吸いを抑えるっていうのと、アク取っていう両方のためにね、お塩です。お塩をね、今日3本に対して小さじ1杯ぐらいかな、振ってまぶしてあげます。で、これでしばらく置いてあげるんですね。そうすると、水分が出てきます。それでね、アクも取れますし、余分な水分を出してしまうことで、油の吸いがもう本当に5分の1ぐらいになります。ね。なので、これからの季節ね、輪切りの時もそうだし、乱切りの時もそうだし、細かく切った時なんか特にね、しっかり塩してあげて、そしてから調理していただくと、ね、油っこくない、ナス料理ができますので、これで、ね、もうナス使うたんびに言ってるんですけれどもね、まだやってない方はぜひやってみてください。ね、ちょっと置いときます。10分ぐらいかかりますかね。はい。あとはですね、ナスとも、油、鶏とも相性がいいので、
生姜ですね。生姜ちょっと多めに刻んどきたいと思います。これでね、準備できました。はい。ではですね、ナスなんですけれども、ちょっとね、時間を置きましたら、水が出てきたの分かります?ちょっとね、こう、少しこう傾けると茶色いね、水が出てきました。これがアクですね。で、全体を水洗いして、ザルにね、水気を切っていきます。はい、じゃあこんな感じですね。でね、ちょっとキッチンペーパーでね、軽く拭きたいと思います。ちょっと跳ねるからね拭きますけど、まあまあ大体でいいと思います。はいですね。で、あとね、こちらの軟骨の方もね、もうね、だいぶ時間経ちましたので炒めていきます。じゃあ、こちらにですね、油、これは太白なので、太白ごま油ね、香りがない油です。お好みでごま油でも大丈夫です。こちらのね、先ほどの、生姜ですね。生姜入れましょう。割と冷たいうちに入れてあげたいと思います。生姜。はい。ちょっとね、火は弱めにして、あとね、ちょっと今日辛くしたいので、豆板醤。ね。豆板醤もここで入れます。で、豆板醤ってね、こう炒めてあげた方が辛みが出るんですよ。なのでね、小さじ1杯あるかないかぐらい。これお好みですね。ね、これでちょっと炒めてあげます。はい。で、ちょっとね、時間が経って、生姜の香りね、してきましたね。あとね、豆板醤からも、ちょっとね、こう、油の方にオレンジ色が移ってくる。これくらいのタイミングまでね、炒めますね。そしたら、じゃあ今日はこっちからかな。お肉から。入れましょうか。ちょっとね、火を強くしますね。ね、なんかこっち美味しそうですね。じゃ、なんかね、火が通ったかどうか分かりにくい。色もね、白いし。はい。そしたらね、ナスも入れちゃいまーす。あ、映ってない?映ってるか。か。ちょっともう少し。はい。ナス入れちゃいまーす。ちょっと油が、初めに入れた油と鶏から少し出た油があるんですけど、これでね、もう炒まっちゃうと思うんで、そのままね、火強くして炒めていきます。で、今日味付けがちょっとね、このコチュジャンを使おうと思うので、コチュジャンってちょっと硬いんですね。なので、そうですね、今日はお酒で溶いておきたいと思います。が、辛味噌ですね。あ、これでも韓国でね、韓国の辛味噌、豆板醤中華ですけど、何でも使っちゃうのが日本ですね。はい、こんな感じで甘辛味噌を溶きます。いい香りしてきた。今ね、酒で溶いてます。で、ここにですね、お醤油も入れときましょう。下味もついてるんでね、ちょっとお醤油は控えめに入れときます。後で足りなかったら足しますね。お、軟骨にもね、焼き色がついて美味しそうになってきました。いいかな。
もうちょっと炒めますね。はい。はい。じゃあね、そろそろこちら入れていきます。コチュジャンと酒と、お醤油ですね。今日入れました。ちょっとね、食べてみてまた味足すかもしれないので。お、いい感じ。イメージ通り。こんな感じにしたかった。ね、豆板醤も入れてるからちょっと辛いと思います。うん。あ、いいね。味良さそう。ちょっとだけお醤油足しますね。お醤油それほど入れてないので、ちょっとだけ足します。はい。OK ですね。これはもうお酒のビールのおつまみにもいいし、今日はね、レタスで巻いて食べようと思うんですけれども、ご飯に乗っけてもいいと思います。でも結構ね、軟骨が硬いね。歯応えあります。では、ガーッと乗せて、うん。全然ね、鶏肉でもやってください。はい、ナスと軟骨の炒め物です。できました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方は、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。また、キッチンスタジオ10家の公式 LINE では、毎朝、献立などのお役立ち情報をお送りしております。ご登録がまだの方は、ぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。